こんにちは。ヨガ講師のめぐみです。21日間のヨガの旅、13日目の今日はモーニングインヨガということで、朝でもできるインヨガのプラクティスをお届けします。今日フォーカスするアファメーションは、私は抵抗を手放します。私たちの体、心もそうですが、こう意外と奥の方にこう無意識の緊張が残っていたりします。何かからこう身を守るために、こう傷つかないために、そういう警戒心とか、とてもこう本能的な部分ですし、こう大事でもあるんですけれども、そういう無意識の緊張をこうそのままにしておくことで、やっぱりこうどこか抜けない緊張につながったり、こう抜けない疲れにつながったり、ちょっとやっぱり体が奥の方まで開いていかないなっていう感覚につながったりします。今日はインヨガのプラクティスで、少し長めにポーズの中でこうホールドしていきますが、ポーズを長くホールドすることで、自分の体に残っている緊張、知らず知らずぐっと力が入りやすい場所にこう気づきやすくなっていくので、今日はそのあたりをちょっと観察しながら、気づいたそばからその緊張を抜きながらやっていきましょう。今日は枕とかクッションとか、何かこう足の下にこう置いていけるものがあれば手元に用意してください。なければ何もなしで大丈夫です。そしたら仰向けになっていきましょう。でこう枕とかクッションがあれば、この左の体の左側に置いて、置いてください。で仰向けになったら、両足楽に投げ出して、そしたら両手で右足を抱きかかえていきます。右の胸に膝を近づけて、吸って少し緩めて、吐いて、ももとお腹くっつけるように、吸って緩めて、吐いて、ぐーっと抱き寄せます。そしたらこう膝を曲げたまま、両手を楽に左右に開いて、ここから右の足を左側にパタンと倒して、この枕とかクッションの上に足を置いていきましょう。でこう手の位置は、こう肩の高さで大きく開いててもいいですし、万歳して両肘抱えるようにしてもいいです。こう上半身気持ちよく伸びるとこに手の位置調整してみてください。普通にこう手を重ねてもいいし、頭ゴロンと右に向けてもいいです。頭の向きでもちょっと体の伸びが変わってくると思います。天井の方向いててもいいし、ちょっとゴロンゴロンと動かしながら気持ちいい場所探してもいいです。で落ち着ける場所が見つかったら、そこでゆったり呼吸をしながら、吸う息で体を大きく広げて、ゆったり吐き出して、胸や肩楽に、右の足外側内側、知らず知らず力入っていたらふわっと緩めるように、ではゆったりもう一呼吸終わったら、真ん中に戻って、このまま右手でチョキを作って、そのチョキで右足の親指を取っていきます。右の膝を深く曲げて、こう膝を胸の外に近づけるように、半分のハッピーベイビー、余裕があれば膝の下に足首が来るようにして、
膝を深く曲げて、もも裏、こう内もも、お尻のあたりも伸びていきます。もし左足しんどかったら足を立ててください。余裕があれば左の足伸ばして、左手がももの上。ゆったり3呼吸。肩楽に。そしたらみんな左の膝を立てて、このまま右の足首を左のももに乗せて、右の膝を横に開きます。かかとを押し出して足首90度。そこから両手で左のもも裏かすねを掴んで胸に抱き寄せます。仙骨は重くマットに沈んで、背中広く。もし足抱えてるのがしんどければ、足の形このままで左の足裏をマットに戻していきます。顎の力を緩めて、眼球や目の周りも楽に。ではゆっくりと手をほどいて足を下ろしていきましょう。そしたら反対側です。こまくらやクッションを体の右側に移動して、今度は両手で左の足を抱きかかえていきます。吐く息で胸に膝を近づけて、吸って緩めて、吐いてぐーっとハグするように、吸って緩めて、もう一度吐いてぐーっと抱き寄せます。そしたらここから左の足を右側にパタンと倒して、足を枕やクッションの上、両手は大きく左右に開いてもいいし、万歳してもいいし、またちょっと落ち着く場所見つけていってください。頭はゴローンと左に倒してもいいですし、天井の方でもいいし、ちょっとゴローンゴローンと揺らしてもいいです。で、落ち着く場所が見つかったら、そこに静かに留まっていきます。右足も重くマットに沈んで、知らず知らず力入っていたら、吐く息でふわっと緩めていく。左の足はどうでしょうか。内もも、ももの外側。肩甲骨はお皿のようにマットに広がってます。
ではゆっくりと真ん中に戻って、今度は左手でチョキを作って、そのチョキで左足の親指を引っ掛けます。膝を深く曲げて半分のハッピーベイビー。膝がこう胸の外側、余裕があれば膝の上に足首が乗る感じ。右の足はしんどかったら膝を立てます。余裕があれば右手、右足の上に置いて、背中は広くマット、ゆったり3呼吸。そしたら右の膝を立てて、左の足首、右のももの上、膝を横に開きます。足首90度。両手で右のもも裏かすねを掴んで胸に抱き寄せます。仙骨やお尻はなるべくマットの上で、肩楽に、左のお尻やももの外側じんわり伸びていきます。このポーズが与えてくれる感覚の中に身を委ねていきます。ではもう一呼吸終わったら、ゆっくりと手をほどいて足を下ろしていきます。そしたらここから両手が体の横です。ここからこう両足を天井に向かって伸ばしていきます。何個かこうバリエーション提示するので選んでください。生理中の人はこのポジションで十分です。もし余裕があれば、ここからお尻を持ち上げて両手が腰の後ろ、このポジションでもいいです。余裕がある人はここから両足を頭の方に伸ばして、こう指先床につけたら床についてもいいですし、こうさっきの枕とかクッションがあれば頭の方にこう持ってって、このままこう足を乗せてもいいです。そうするとちょっとマイルドになります。両手は床の上でもいいし、腰を支えてもいいし、少し呼吸します。手を背中に支えている人は軽く手でサポートしながら、顎が胸に近づいていきます。あと3呼吸。背面全体が伸びていきます。 OK。 そしたら上から順にゆっくり降りていきましょう。背骨一つ一つ下ろしていくように、ゆっくり仰向けに戻ったら、ここから肘を立ててぐっと頭を持ち上げて、頭頂がマット、フィッシュ、胸をぐっと天井の方に突き出すような感じで、今度は体の前面を大きく開きます。つま先を前に伸ばして、足の甲を伸ばすように、
OK。そしたら肘で床をしながらゆっくりと向けに戻っていきます。両手両足伸ばして少しシャバーサナでお休みしていきます。両手両足楽に投げ出して背中広く全身に広がるポーズの余韻を感じていきます。足先、足首、完全に脱力します。肩甲骨も、肩も、首も、完全にリラックスしています。まだ眠っていたい人はこのままシャバーサナでお休みしててください。起き上がってくる人は手足を小さく動かして頭を左右に揺らしてゆっくりと両膝を立てたら体ごと右側にゴロンと倒れて背中を丸めて小さくなります。じゃあ手で支えながらゆっくりと起き上がってあぐらで座っていきましょう。骨盤どっしりマットに安定して両手は楽にももの上、今の自然と広がる呼吸と静かな心の状態感じていきます。両手を胸の前で合わせて。それではこれで今日のプラクティスを終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。インヨガのプラクティスは普通のヨガと比べて動く回数自体は少ないんですけれども、本当にそのポーズの中でこう長く少し長くホールドしていくことで普段こうアプローチしきれない奥の方までこう緩んでいくと言われています。一緒に心の緊張も手放してまたこう今の健やかにこう広がった体の感覚大切にしながら今日も一日過ごしていきましょう。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。